地方戦125クラス最終コーナーから立ち上がってきました。スタートは切られました。広岡コースタート、音伝わるのがついていく、後ろから塩手雄介もしっかりとついていって2コーナーから3コーナー、アウト側から富田が2番手上がるかどうか、2番手富田、3番手西尾津、4番手には玉木、そのインサイド飛び込んできた波、あーっとこれは3番手4番手の2台もったいない、ヘアピンの2台が止まってしまった。玉木と、そして宮下です。トップは広岡、2番手に富田、3番手に塩津、4番手にこれで井本大河が10番手スタートから上がってきました。その後ろには木村春人でしょう。そしてこのカラーリングは上野でしょうか。中盤あたりからも一気に前に上がってきたドライバーがいる模様。上野の後ろには鈴木、そして名取徹平も上がってきました。逆にその後ろですね、富田、新川と新川は少しドロップしてしまっています。ヘアピンでは依然として手旗が振られています。トップ2は広岡と、そして富田あるがタコツボへと向かっていく。トップ2、3番手の塩津雄介が単独で前を追っていきます。4番手には井本、5番手には木村、6番手には上野、少し離れまして、さあバックストレートエンドの戦いは名取哲平、あーっと名取の後ろで2台が接触、名取の2つ後ろで2台が接触してしまいました。なんとかレースは続行しています。名取の後ろは鈴木、その後ろに新川、さらにカーナンバー19番は富田誠也、そして奥原相馬も追い上げにかかっています。岡野正樹はその後ろでしょうか。トップ2もバトルが激しくなってきました。広岡と富田、現在は3番手を単独状態にしてトップ2で競り合っていますが、早い段階からバトルをすると後ろがしっかり追いついてきて大集団になってまいります。現在レースは3周目、15周の予選ヒート46秒台でトップ2は周回をしています。ホームストレート1コーナー、トップ2はついている。3番手塩津雄介も徐々に前に近づいてきます。4番手井本、5番手木村のエクスプリットで、6番手には開幕戦のウィナーの上野空、調子はまずまずだと言っていました上野空が現在6番手です。トップ3、さあ富田あるが小相撲で飛び込む、立ち上がりはどうか、これは広岡に軍配です。広岡力士、開幕から5位6位と来ているドライバーです。琵琶湖スポーツランドでも、そして中山でも多分本人的には納得できなかったレースだと思いますが、今度こそとなるか。さあ2コーナーに富田あるがが入ってきた。富田あるががトップに浮上した。そして木旗が振られています。さあヘアピンでは1台スピンをしている CRG のカラーリングでしょうか。1台スピンをして止まってしまっています。さあトップ6が1台になりました。タコツボレースは5周目、4番手の井本大河が前の塩津雄介に徐々に近づいてきまして、これはトップ6がここから大きくバトルに入っていきそうですね。さあ先ほど止まってしまったのは富田誠也のようです。2コーナーから3コーナー、富田あるががレースを引っ張っている。塩津雄介そろそろ仕掛けてくるか。前の広岡の背中捉えました。妹大河も様子を見ている。ランキングトップということで妹、自然とやはりシリーズチャンピオンも意識するというようなコメントを出していましたが、まだ今シーズン勝ちはありません。5番手、ああ1台これはバックストレートエンドのところから飛び出してしまいました。1台大きく芝生に乗り上げて止まってしまっています。これもま
マシン的には CRG かなというようなカラーリングですね。お皿ですかね、お皿でしょうか、止まってしまいました。さあそして4番手5番手なんですが、木村春人が妹大河をかわした模様。さあ木村春人、この見た目は決して得意なコースではない、タイムも出ていないと言っていましたが、妹をバックタイムは上の空、これはちょっと苦しい。バックストレートエンド飛び込もうとしましたが、ここは苦しかった。そして第2集団7番手争いなんですが、名取哲平がこの集団のトップに出て後ろを引き離しにかかりました。その名取の後ろではカーナンバー59番鈴木咲、そして新川健信、岡本大輝、奥原相馬、そこから少し離れまして岡野中村と続いています。現在周回を重ねているのは13体となっています。挑戦フェース125です。トップ富田有賀の後ろからもう一度息を吹き返してきました廣岡陸生、近づいてくる。序盤は調子よく、中盤ちょっと苦しいかなと思われました廣岡なんですけども、ここに来てもう一度前を捉え始めました。8周終了、9周目に入っていきます。残り周回数は7周、ここが折り返し。地方戦は今シーズンはジュニアからのステップアッパーが非常に多く、そういったドライバーが上位争いをしている、そんな状況となっています。富田アルガも去年のジュニアのランキング第2位のドライバー。さあ廣岡陸生がインサイド飛び込んでいった。立ち上がって塩津も2番手に上がってくる。カーナンバー18番塩津佑介、さらにバックストレートエンド飛び込む、廣岡ついていく、塩津、廣岡は最終コーナーインサイドにマシンを滑り込ませてくる。塩津行き場がなくなるかと思われましたが、どうかホームストレート、富田アルガと横並び、富田何やら合図をしたかのように見えました。2コーナーから3コーナーへ富田、あそしてその後ろに木村がいる、インナーが開いた、上の空が立ち上がってくる、どうかヘアピン4番手木村飛び込みたいが、これはダメ。塩津雄介が後ろを大きく膨らみましたが3番手、そして4番手争いは上の空が上がった、上の空が4番手入場、井本大河が5番手、6番手に木村春人、大変なバトルになっています。一触即発はそのこと。さあそしてその後ろ7番手争いなんですが、一時マンジンを築いたかのように思われた名取哲平ですが、後ろからもう一度追いつかれています。名取の後ろから鈴木、新川、奥原、少し離れまして中村までが一番となっています。トップ2は廣岡と富田の再び一騎打ちとなっています。残り周回数5周、第2集団の中で奥原相馬がレイトブレーキング、新川の前に出ようとしましたが、これはダメです。バックストレート、トップ2、3番手塩津が離れたことでまたまた一騎打ちの様相。ちょうど残り5、6周といったところで大きくレースが動きました。さあここからは終盤に向けて、残り周回数は4周です。廣岡の横、富田、5コーナーでは見ていく、そろそろそう簡単には動けなくなってきたということでしょうか。慎重になってきたか富田あるが、去年のジュニアのランキング第2位、今シーズン最高著しい四国勢、その一角であります。そして3番手には上野空、開幕戦優勝しました上野が上がってまいりました。上野は第2戦を9位フィニッシュと落としています。ここは何としても上位フィニッシュにしておきたい三つ編ラウンドです。一騎打ちがタッチにできました上位陣です。残り周回数は3周、7番手争いは依然として名取哲平を先頭にリード。おお、そしてヘアピンのところでは木村、かなりアグレッシブに攻めてますね。妹大河の前に出てきます。
ギリギリのところで井本大河も引いたという感じです。さあ、そして第2集団の中からは新川圭さん、新川スローダウン、新川タコツボで飛び込んだ新川、立ち上がりでスローダウンをしてしまいました。新川圭進バックストレート入り口でストップ、メカニカルトラブルに見舞われてしまいました。思い切って攻めた新川圭進だったんですが、さあこれで7番手争い、第2集団のトップは再び名取、その後ろに岡原相馬というオーダーになりました。そして鈴木咲、岡本大輝と続いています。トップ争い、タコツボ出口のところで木畑が振られています。広岡、富田、広岡は第1戦、第2戦決して調子は悪くなかったものの、表彰台に乗れなかったその悔しさを晴らしていけるか、これがファイナルラップ。さあ富田、有川でもこの1周で狙ってます。富田、有川は明らかに狙っている。2コーナーから3コーナープレッシャーをかけていきます。富田、有川は決して2番手では満足しそうにありません。どうだ、やはり入ったヘアピン、そして膨れる、広岡インサイドから立ち上がる、富田の鼻先を抑えてタコツボ、そのままインナー守るか、富田入る、富田入る、トップ2横並び、立ち上がりどうだ、富田が前、後ろから上の方スピードを乗せてきています。バックストレート連動、塩津雄介も入ってきた、富田、広岡、塩津、上野というオーダーに変わって最終コーナーから立ち上がってきます。チェッカードフラッグ、5番手は木村、6番手に井本、7番手争いは岡原相馬、8番手名取、9番手には岡本、10番手鈴木。